こんにちは。命の危機に瀕している人を救う天使のような葵ちゃんです。でも裏では患者が苦しむ様子を見て笑っている悪魔のような葵ちゃんやで。さて、この患者さんは狭心症の診断がついています。狭心症って胸がキューってなるやつやな。そう、心臓の血管が狭くなって心臓に十分な酸素を送れなくなって心臓がキューってなるの。そんな狭心症の治療方法としてニトログリセリンとアスピリンが提示されました。アスピリンの方がコストが安いけど効率は半分になるんやな。こういうのでケチってもろくな目に合わないと思うのでニトログリセリンを選択します。ニトログリセリンについてはデスモードのシリーズで解説しましたね。デスモードのパート2です。ということで今回はアスピリンの方を解説しましょう。アスピリンはバファリンの有効成分として有名です。バファリンって痛み止めよな。そう、アスピリンは痛み止めでもあり狭心症や心筋梗塞の薬でもあるのだ。多く投与すれば痛み止め、少なく投与すれば心筋梗塞の薬になります。具体的には 81mg や 100mg の錠剤は心筋梗塞の薬になります。バファリン A81 が 81mg、 バイアスピリンが 100mg です。これらの薬は血栓という血の塊が血管内でできるのを防ぎます。一方で 330mg の錠剤は痛み止めとして使うんですね。どうして投与量でこんなにも変わるんやろ。それはアスピリンの複雑な作用メカニズムが関わってます。アスピリンはプロスタグランジンという物質の生成を抑える働きがあります。しかしこのプロスタグランジンにはめっちゃたくさんの種類がありまして、それぞれ体内で色々な役割を担ってます。例えば痛みを引き起こすプロスタグランジンがいたりします。このプロスタグランジンを抑えれば痛みが減りそうやな。血の塊ができやすくなるプロスタグランジンもいれば、できにくくなるプロスタグランジンもいるんですね。じゃあ両方がぶつかり合って、結局変わらなそうやな。そこがミソでして、アスピリンは少ない量だと血栓を作りやすいプロスタグランジンだけを阻害するんですね。だから、血栓ができにくくなる。でも、量を増やすと、どっちのプロスタグランジンも阻害するんで、結局プラマイゼロになっちゃう。プラマイゼロ、むしろマイ。ということで、アスピリンは少量の投与で、心筋梗塞に使うのだ。ちなみに、アスピリンはトップクラスに胃を悪くしやすい薬です。これは、以前マキさんに解説してもらいました。そのため、100mg のアスピリンは、腸溶錠という形になっています。胃の中では溶けず、腸まで来てやっと溶ける錠剤です。胃にアスピリンが直接触れないから、胃に優しいってな。そんな錠剤なので、飲む時に噛んではいけません。大体錠剤ってそうやろ。が、これにも例外があります。それが、心筋梗塞を発症し、急いで薬を使いたい時です。バイアスピリンは、飲んでから効果が出るまで、3、4時間かかります。が、噛み砕いて服用することで、30分ぐらいで効果が出るようになります。だから、急ぎたい時は噛み砕いて服用するのでした。状況によって変わるんやな。はい、それでは解説は以上です。じゃ、ゲームに戻りますかね。リソースポイントのアップグレードができるようです。前回から相当な時間が空いたからみんな忘れてるやろうけど、このゲームはリソースポイントというものを集めて、それでいろんな治療行為を行うんや。リソースアップグレードはポイントの収集効率が上がるものですね。15日ごとに3ポイントずつもらえるようになります。では、超音波検査を行います。腫れや痛みという症状に対して原因を調べるための検査です。その超音波検査の結果、血液凝固障害という診断が出ました。血液凝固障害という言葉は、血が固まらなくなることを指すのですが、このゲームでは逆の意味で取られてる感じがあります。治療方法が抗凝固薬なんで、血が固まらなくなるってさ、そんなことあるの？あるよ。例えば血友病という病気。これは、血が固まるために必要なタンパク質が作れなくなる病気です。大体先天性ですが、大人になってから発症することも、なかなか治療も大変な病気です。あとは、ビタミン K が圧倒的に不足してる場合も血が固まらなくなりますが、普通の生活でそうなることはないかな。新生児はビタミン K が不足することもありますが、まあつまり、普通は起こらないってことやな。続きまして、関節痛の症状が出てきました。これは重度の症状なので、早く治療しなければ、ということで引っかかる可能性の高い骨レントゲン検査を行います。しかしこの人、病気にかかりすぎよな。しかし、骨レントゲン検査は全て陰性でした。別のところに原因があると、合わせて骨生検という検査も行ってます。生検というのは、組織を直接採取して検査することです。おや、何これ、これはランダム進化ですね。本来ならリソースポイントを使って追加するものが勝手に追加されました。おう、ええやん。
今回は診断にかかる時間が 20% 削減されるようです。さて、骨制限の結果は、両方とも陰性でした。マジか。骨にはどうもなさそうかな。骨以外の分野の病気でも関節痛を起こすことがあって、今度はこちらのループスについて検査していきましょうかね。ループス、全身性エリテマトーデスという病気のことです。これは免疫異常により起こる病気で、全身にいろんな症状が出てきます。例えば全身の皮膚に発疹ができます。ループスというのはラテン語で狼という意味で、全身の赤い発疹が狼に噛まれたようであることから名付けられました。そんだけの発疹ができるんか。皮膚以外に関節や腎臓にも炎症が起こります。腎臓の炎症はループス腎炎と言います。免疫異常が原因なので治療薬はステロイドですが、これという薬はなく難病指定されています。ヒドロキシクロロキン、商品名プラケニルというお薬がよく使われます。もともとこれはマラリアの薬だったんですが、しかしヒドロキシクロロキンは網膜症という目の副作用が起こることもあります。あと、この薬は毒薬指定されてます。割と強めの薬なんだ。はい、解説終わり。そして新しい解説が始まる。血友病の治療のために抗専用薬というものを投与します。専用系という血栓を溶かす機構が体内には備わっています。血友病患者は血栓ができにくくなっているので、せっかくできた血栓を溶かしてしまう専用系は邪魔になります。そこでそれを阻害するお薬が投与されるのです。成分の名前はドラネキサム酸と言います。こちら止血剤として軽い手術後や出血に対してよく使われるお薬です。一方で抗炎症作用もあり、風邪による喉の痛みにもよく使われるという側面もあります。止血剤が風邪薬にもなるんか。ということで、コロナが大流行した時期はそれはそれは不足したお薬です。さらにドラネキサム酸は皮膚のシミに効くので、それにも使います。マルチタレントすぎるやろ。そんな感じのお薬でございました。それではそんなところで、今回はここまでです。いいねをするとプチお薬解説が見れるで。ではでは、 See you。